コンラート・ザハリアス・ローレンツは、オーストリアの動物行動学者。英語風に、コンラット・ローレンツとも表記される。すり込みの研究者で、近代動物行動学を確立した人物の一人として知られる。息子は、物理学者のトーマス・ローレンツ。1903年、オーストリア・ハンガリー帝国時代の、ウィーン近郊アルテンベルクに生まれる。ノーベル賞受賞に際して書かれた自伝的エッセイで、 両親が私の動物への尋常ではない愛情に対して恐ろしく寛容だったこと、そしてセルマラーゲルレーブのニルスの不思議な旅がガンへの情熱を満たしたことが科学者として重要だったと認めた。はじめウィーン大学医学部で学び医師の資格を得、さらにウィーン大学で動物学を学ぶ。父、アドルフ・ローレンツの願いで1922年に コロンビア大学で医学を学び始めた。しかし1923年には、ウィーンに戻り、ウィーン大学で研究を続けた。1928年に医学博士となり、それから解剖学研究所で1933年まで助教授を務めた。1933年に動物学で二つ目の博士号を取得した。1936年に本能に関する。 国際シンポジウムで重要な友人であり、同僚となるニコティンバーゲンと出会った。二人は共に野生の、家畜の、そして雑種のガチョウを研究した。腐敗の同様のプロセスは文明化された人間の中でも起きるのではないかと疑い、恐れ始めた。1940年に、ケイニヒソベルク大学の心理学の教授となった。1941年に、 ドイツ国防軍に徴兵された。ローレンツはバイクの整備医師を望んだが、軍医として配属された。軍務についてすぐにソ連軍の捕虜となり、1942年から1948年まで捕虜収容所で拘束された。その間も医者として働き、ほとんどは医者だったが、何人かのロシア人ととても親しくなった。解放された時、 書き溜めていた本の原稿とペットとしていたムクドリを持ち帰ることを許された。ローレンツは無傷の鳥と原稿を持ってアルテンベルクに戻った。原稿は鏡の背面に使われた。1949年に一般読書向けに動物行動学を説明する著書ソロモンの指輪を刊行する。1950年にマックス・プランク協会はデュルメンで 行動心理学ローレンツ研究所を設立した。1957年にはミュンヘン大学動物学科の名誉教授となった。ローレンツは1958年にはマックス・プランク行動心理学研究所に移籍した。1969年にプリー・モンディアル・チノデル・リュッカの最初の受賞者となった。1973年、ニコティンバーゲン、カール・フォン・フリッシュと共に、 ノーベル医学生理学賞を受賞した。いずれも動物行動学の同僚研究者である。同年にマックス・ブランク研究所を退職したが、アルテンベルクやグリューナウイム・アルムタールに住み、研究と執筆活動を続けた。1974年にオーストリアに戻り、オーストリア科学アカデミー動物社会科学研究所の所長になる。ティンバーゲント・ローレンツ。百七十八年。 ティンバーゲンと共にローレンツは固定的動作パターンを説明するために制徳的開発機構の概念を発展させた。二人は大きな卵や偽のくちばしが固定的動作パターンをより強く引き出すことができることを発見した。ウィリアム・マクドゥガルのアイデアに影響され、ローレンツは行動の動機の心理流体学的なモデルを考案したが、それは1960年代に影響力があった。 種の維持論の傾向があった。エソロジーへのもう一つの貢献は、すり込みに関する研究である。ローレンツの最も大きな功績は、動物行動の観察という当時は軽視されていた古典的な手法を厳密に用い、科学の名に値するものに仕立てたことである。生理学、解剖学などからはわからない、動物の行動を直接研究する分野が生まれることになった。その中で、 特に有名なのは、西国丸ガラスや、灰色岩の観察研究である。自ら様々な動物を飼育し、解剖したり傷つけたりするような実験は好まなかった。すり込み現象の発見は、自らの灰色岩の雛に、母親と間違われた体験に橋を発したものである。また、その岩に関する写真集なども出している。だがその説に対しては、 後にあまりにも擬人化しすぎているとの批判が向けられた。ローレンツは動物の行動は種を維持するためにあると考えていたが、その後、社会生物学の発展などにより、動物の行動は種のためではなく、自分自身のためであると解釈されるようになっていった。動物行動学は彼が第一線から退く頃には大きく変貌していたが、ローレンツは 個体のためという新しい視点の受け入れには消極的だった。変革の立役者の一人である E.O. ーーウィルソンは著者の中でローレンツらを論理が粗雑だと批判しながらも動物の行動が生物の他の形質と同じように進化や自然選択の文脈で扱えることを我々に納得させたと評価している。ローレンツは1938年にナチ党に入党し、 なち大制下で大学の職を手に入れた。当への入党申請書には、私の研究のすべてが国家社会主義思想のために捧げられると、私は言うことができますと書いた。当時の出版物は、なちへの共感によって研究が汚されているという、非難を後に引き起こすことになる。その頃の出版物の中には、疑似科学的な比喩によって表現されていたなちの、 人種衛生学への支持も含まれている。人生の終わり頃には立ち上がったばかりのオーストリア緑の塔を支持し、1984年にはハインブルクアンデアドナウ近くに建てられることになった発電所に反対する草の根運動を支持し、住民投票の象徴となった。その他にも様々なエピソードが存在する。バランスドアクアリウムと呼ばれるアクアリウムの一種であるが、ローレンツが 著書、ソロモンの指輪の2章で紹介し、有名になったことから、ローレンツアクアリウムと呼ばれることが多い。これは、バイオスフィアニのような完全に独立した生態系を作ろうというものではない。ポンプや、ろか装置など、水質維持用の機材を用いず、水槽内に暮らす、生物同士のバランスで、水槽内の環境を保つことを目的とするものである。 魚などの動物が二酸化炭素や排泄物を出す水草や藻類など植物体がそれらを吸収して生育する植物による浄化作用で水が浄化されるこういった生態同士で行われる物質のやり取りを利用するソロモンの指輪の説明より衛生的に問題がない砂をガラス鉢の底に少量敷く数リットルの水を注意深く注ぐ 水草の茎を数本入れる。適度な香料の窓辺に置く。水草が成長を始めたら適に動物を入れる。社会生物学1975ありがとうございます。